こちら大阪天満駅でございます。ストリップ劇場の方を見ていきたいと思います。こちらですね。こちらの商店街の方もなかなか渋いです。で、ちなみにこちらの穴場寿司、こちら僕の行きつけのお寿司屋さんですね。あ、ほぼまたなかなか渋いですね。おっと、いや残念ながら臨時休業です。こちらがですね、僕の行きつけのお寿司屋さんです。なんかたまたま僕のことを見てはる人に声かけていただきました。ありがとうございます。こちらでもね、何がいいって寿司がでかいです。食べ応えがありますね。それがここのお店さんの売りです。安くてお腹いっぱいになれるという。こうやって見てるとね、結構若い人いるんですよ。クワ焼き、何なんですかねこれは。おお、こんな感じですね。あ、うわ、なんかす、え、めっちゃ並んでるぞ。すごい。あ、これが、はい、天満市場。すごいですね。いやー、渋いですね。やっぱこの感じですね、この感じ。天満市場さんの横なんですけど、このなんか古いレンガというか、作りがまた味がありますね。これは普通のマッサージでしょうね。こういうのを見ると怪しく見えてきますね。またまた出ました、クワ焼き。そしてここは、はい、こんな感じで。この通りを行くと東洋小劇場があります。はい、なかなかレトロなお風呂屋さんですね。ありました。あ、こちらですね。ありました、ありました。はい、こちらですね。こまりこまりをしてくれるのか。はい、来ました、こちら東洋小劇場です。この上がその劇場ですね。あまり近くに行くと撮影はできないというふうに言われましたので、この辺りぐらいまでですね。基本的には4500円になるんですけど、夜ですね、8時45分から夜割引というのがありまして、確か2500円ぐらいになるというお話を聞けましたので、その時間に中の方入って見ていきたいと思います。それまでにね、天神橋筋商店街、こちらの方も見ていきたいと思います。こちらね、東洋省からすぐ近くに、こちら天満市場という場所があります。すごいですね、提灯がすごい。いや、はい、で、こちらが天神橋筋商店街なんですけど、僕の一番のね、おすすめ行きつけのお店さんがこちらになりますね。はい、めちゃめちゃ並んでおります。向かいもね、お寿司屋さんなんですけど、こちらですね。はい、春駒さん。お、こちらはね、すごいです。常にね、行列です。僕の親の代からあるところで、母親も大好きなお寿司屋さんです。テレビ局さんがね、街行く人の取材をしているのが、この商店街でございます。はい、ということで戻ってきました。夜の9時です。では夜割引を使ってこちら東洋省の方に潜入したいと思います。先ほどはこちら4500円だったんですが、2500円になっております。では、はい、今終わって出てきたんですけど、ここに来るまでにも何人か声かけていただいたんですけど、中で僕のことを知ってる人に出会うことができました。そしてこの東洋省の常連さんなんで、お話を聞かせてくれるそうです。ということでインタビューしたいと思います。お疲れ様です。ありがとうございます。インタビューお答えいただきまして、東洋省の常連さんで。そうですね、エッチなアイドルという。本当にね、脱ぎがあるだけで、裸があるだけで本当にアイドルやから。芸術ある、ね、大物芸人さんが最高のエンターテインメントやってるんで、
まっちゃんというとか あれ写真も撮れるんですよね、一人一人が演目が終わった後に、まあ、例えば握手会の延長みたいな感じで、はい、世界はまだまだ広いなと推し活の形は本当に様々だなというふうに今回感じました。そのためだけに働いてますからね、はい、年間250ぐらいかな。え、ほぼ毎日。ひどい時は年間324日っていうのがあったけど、キャリアはまだ8年です。まだ8年、いやもう十分じゃないですか。4年、ちょっと丸4年です。4周年の周年を迎えたところですよ。いやでも確かに通いたくなるぐらい素晴らしいですね。はい、あなた方にとって東洋書とは、いろんな偏見あるかもわからないけど、一度見たらその偏見が多分取れると思うんで、一度見てもらいたいです。楽園です。もういい現実的な体験をして明日からの活力になるというところで、昨今結構女性客っていう多くて。あ、そうなんですか。はい、女性ツアーっていうのもやられてて、エロのおっさんの巣窟かって言ったらそうでもなくて、女性も楽しめる場所です。芸術ですね。あ、ありがとうございます。はい、また一緒に楽しみましょう。はい、またじゃあ来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで応援していただいている方にも会うことができて、お話を聞くことができましたけど、いや、もうめっちゃ癒されました。本当に楽園という表現が適切でございますね。いやー、すごかった。こんないい経験ができるとは思いませんでしたね。結構若い方で踊りにも力が入ってて、確かにイメージが覆される感じですね。癒しの空間、楽園で服を脱ぐアイドルっていう、そんな感じでございました。これは素晴らしいですね。1964年からの歴史なんで、約60年近い歴史があるということで、この思いがね、カメラ越しの皆さんに届けばいいなと思います。ぜひ東洋ショーの方また足を運びたいなと思います。現場からは以上です。はい、ということで天満駅周辺の商店街と東洋小劇場の様子いかがでしたでしょうか。ここからはですね、ボンズゲームさんのご紹介です。旧宝寺から塩坂までの移動の間サクッとできるボンズさんのゲームの方をご紹介したいと思います。ということで、先ほどですね、電車の中で私がやってたゲーム、こちらスーパーシックボーというゲームでございます。サイコロ3つを使って出る目を予想して当てるという、そういうゲームです。偶数か奇数かとか、小さい方の数字か大きい方の数字かという形でいろいろ予想していく感じなんですけど、ベットして当たればという感じのゲームです。見ていただいたら分かるんですけど、この真ん中でサイコロを振って出た目で、このシートのですね、ところどれかにベットするという、そんな感じでございます。ボンさん、幅広いカジノゲームの方がありますんで、僕らが普段見たことがない未知のゲームとかも絶対あると思いますんで、そういうのをやってみるのも面白いと思います。というわけでね、こういうちょっとした移動の間の暇つぶし、そういったものにもすごく最適です。今回はスーパーシックボーのご紹介でした。そして天満駅周辺の方をご紹介しました。次回は違うところを待ちぶらしたいと思います。ではお疲れ様です。